自作でなんとかなったぞ、俺も。ラッパ型。ちょっと待って。ちょっと待って。ラッパもダメ、もしかして。はい、どうも、バンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画は、その配信を見やすく編集したものになっております。ということで、本編どうぞ。さあ、人口7万人まで、ごめん、嘘ついた。4万人まで戻ってきました。7万はちょっと見え張りすぎだな。水上喫茶も復活ですね。この辺り、事務職格じゃねえんだよな。でも事務職格あった方がいいような気もするな。いやでもこんなところで働きたくないよな。こんなところで働きたくない。やっぱ事務職格はこっちかな。お、ここも復旧してきたね。干上がりました、絶望の島。人々の声が返ってくる。よいしょ。ゴミ問題が出てるな。そろそろゴミ問題か。あ、ゴミここか。まあ火葬場でしょ。火葬場じゃねえや。火葬場ではねえや。ゴミ処理施設ですね。やべえ、戻りもすげえ混んでる、これ。ありゃ。戻りも混むか。結局、この方式にするしかないんだよな。うん、これで、うわ、すごいことになってる。すごいことになってる、これ。あいやー、結構役に立つんだな、これな。大人気だな。あ、でも、ちょっとずつ空いてきたか。しばらく様子を見てみよう、これは。で、ここからにょいって這わせて、こっち行かすか、はたまた、ここからの高速、ずいって、こっちまで、あ、こっちの方がいいな。ここずいって下ろしてくるか、この辺りに。線路があるから、結構街的にはここで打ち止めなんだよね。なので、この辺りに、ずいって、ついていく感じにしましょう。乗り降りする場所作るか、みんな。久々にこれ作るぜ、俺。乗り降りする場所、降ります。降ります。あ、降ります。すいません、降ります。まあいいか。まあ良いでしょう。まあ良いでしょう。で、こっちから降りる人たちが、おお、おお、なんか、おお、みんなみんなみんなすごくない？ぽいよ、これ。ほら、なんか意図せずぽいよ。みんなどうしよう、ぽいよ。意図せずぽいよ。これは高速道路っぽいものができてきてる。で、降りる場所はこうですかね。降ろしましょう。で、乗り口は逆に真横に置いちゃっても信号はできないからいいな。お、なんかぽいよ、ほら。胃袋みたいじゃん、綺麗。え、ここからどうするかだな。ここからどうするかなんですよ、みんな。あ、こっち入り口になるのか。これ入り口になって、こっちも入り口になるのか。あ、いやでも違うな。本当は出口よりも先に入り口を作った方が、出口よりも先に入り口作った方がいいんだよな。あ、え、簡単じゃん。見えた。俺見えたわ、今すごい見えました。ちょっと行き過ぎた。ここめっちゃ綺麗に作るから、みんな。まあ見ててって。まあ見ててって。まずまっすぐ路地にして、ここから来た。来たよ。こうよ。こうよ。で、こっちはこのまま。そう。いや、なんでその角度で曲がるかな。おお、ねえ、みんな、すごい。
ラッパ型自作でなんとかなったぞ俺も。ラッパ型、ちょっと待ってちょっと待って、え、ラッパもダメもしかしてねえ、ラッパダメトランペット今下げたよつもりなんだけどさラッパダメねえ、ラッパって英語、英語っていうかさ外国語、ラッパは日本語、ラッパは日本語、由来不明らしいえ、サンスクリット語日本語っぽい。これさ、ちょっと待って、審議、あのみんなのアンケートの前にさ、ウィキペディアってかググるべきじゃね。ラッパ何語、あー、オランダのラローパーみたいなが語源、サンスクリット語のラッパ、へー、だってみんなサンスクリット語らしいよラッパ一応ラッパは英語じゃないよねコミュニティに質問、一応まあこれ俺がさ、このサンスクリット語がどうのってみんなも言ってくれてるけど、見ただけであれだから、ここは共通認識で、え、ラッパは英語じゃないよねアンケートしときますわ。そう、外国語禁止ならまあサンスクリット語だしであれなんですけどね、オランダ語かサンスクリット語かな感じだね。へー、よかった、避け方正しかったな。サンスクリット語なら旦那とかもダメになる。そうなんだ。パンは言っていいの？ああ、そうだよね、ブレッドだもんね。確かに、まあ俺がもしパンって言っちゃったら、そこはみんなでアンケートやろうぜ。確かにパンはそういう意味では怪しい。ドイツ語語源とかもさ、やっぱあったりとかさ、英語じゃないのって結構あったりするんだよなトランペットとラッパは別物だぞ。そうだよ、知ってるよ知ってるけど、トランペット日本語に直せなかったんだよ。サンスクリット語ってないよ、俺もわからん奈落とかもサンスクリット何それ、詳しくない？サンスクリット博士いるんだけど、まあもうちょっとこう、サンスクリット語じゃねえや、ラッパ問題も決着ついたからアンケート終了するね。サンスクリット語ってどこ語どこ語なの一応、ラッパは英語じゃない、はいで、8割いただきましたんで、これはラッパは英語じゃないということで、よかった。あ、古代インドとかの古いやつ、仏教用語がおおよそサンスクリット語、そっちなんだね。よし、じゃあ、気を取り直して再開します。それでは用意始め、ドドン。よし、始まりました。よいしょ、じゃあここで作っていくよ。よーし、できました。いい感じね、いい感じよこれ。そう、ここを交差点にします。なぜなら信号機が置かれないから、入り口は混まない。いや、いいね、ナスビ型みんなナスビ型乗り降りする場所できたよ。やった。なんだこれは、市民、病気、騒音ですね。さあ、水、なんで足りないのこれこれこいつのせいかな。なんだこれ、なんでここだけ足りないの。真下通ってるし、充足度足りてるんだけどな。これなんだ、壊してみる。あ、これがやっぱ悪さしてんだ。でも悪さしないところはしないんだけどな。なんでしょう、これもう一回つなげたらダメになるかな。あー、同じ高さで交差しない方がいいのかな。てかそもそも水道に高さなんかないよな。ダメだ何これ、うわ、世界不思議発見だこれ。見っけちゃった。これあれなんだよ、ここの、あの、ここが水没した時の取水場用のやつなんだよね。まあ迂回させればいいか。よし、
さあ、死者の像人気だね。久々に見に来たよ、死者の広場。怖いやつ。怖いなやっぱ。向こうにはおちゃらけた人いるんだけどな。ほら、反対にはおちゃらけた人なんだよ。全裸おちゃらけ男。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。